これまでの創造論シリーズの動画でも、進化論の虚偽性を指摘する科学者たちの発言を引用してきたが、そういう人々は決して少数派ではない。例えば、イアランゲン大学のアルバート・フライシュマン教授はこう述べている。進化論には重大な欠陥がある。時が経つにつれて、これらの欠陥は一層明らかになってきた。もはや実際の科学的知識と一致しないし、事実を明確に把握するにも十分とは言えない。G.A. カークト教授はこう述べた。進化論を支持する証拠は仮説以上のものとして、この説を認めるほど強力なものではない。ダーキー・トンプソン博士は、20年にわたる私たちの種の起源研究は、予期しない失望的な結果となった。指導的な科学者として知られるローレン・エイスリー博士は、多くの努力が失敗するにつれて、科学は生命の起源について理論を立てなければならないが、それを立証できないという困難な立場に立たされたと述べた。日本の代表的生物学者今西欽治教授も、進化は歴史であって科学ではないと述べ、失意のうちに進化論研究から離別している。このように多くの進化論者が自分たちの理論の弱さと証拠のなさを認めているのである。またカナダの偉大な地質学者ウィリアム・ドーソンは進化論について、人間の不可思議な現象の一つだ。何しろ、あれには証拠が全くないのだから、と述べている。英国の科学振興協会会長、アンブローズ・フレミングは、進化は根拠のない、信じがたいものと述べた。アメリカ原子力委員会の T.N. タシミアン博士は、進化を生命の事実として触れ回る科学者は、甚だしく人を欺くものであり、その語るところは最大の人担ぎとなりかねないと述べ、進化論をごまかしと当てずっぽうの込み入った寄せ集めと呼んでいる。その他進化論を大人向けのおとぎ話、神話と呼ぶ人さえいる。さらに進化論の間違いを認めるだけではなく、創造論の方が科学的事実をよりよく説明できると認めるようになった科学者も現在では増えてきている。例えばスミソニアン協会の著名な生物学者オースチン・ H ・クラーク博士は率直にこう述べた。人間が下等の生命形態から段階的に発達してきたという証拠はない。いかなる形においても人間を猿に関連づけるものは何もない。人間は突然に今日と同じ形で出現した。主な動物群に関する限り、創造論者の方が最も良い論拠を持っているようだ。主な動物群のどれかが他の群れから生じたという証拠は少しもない。それぞれの種が特別な動物の集まりであって、特別な他と区別される創造物として出現したものだ。実は現在、アメリカなどでは進化論を捨て、創造論を支持する科学者の団体がいくつもできている。1963年に設立された創造研究協会は、博士号または修士号を持つ数千人の科学者の会員から成り立っている。また、ヘンリー・M・モリス博士を創始者とする創造調査研究所 ICR も、活発な働きをなし、進化論思想と戦っている。
同様の会は韓国、オーストラリア、ヨーロッパ、カナダ、ロシア、その他の国々にも設立されている。彼らは進化論者に対し堂々と論戦を張っている。私はかつてアメリカで開かれた進化論者と創造論者の討論会ディベートを見たことがある。ステージには進化論に立つ科学者と創造論に立つ科学者の二人の講演者が並んで立つ。彼らの話を聞きに会場は数千人の聴衆で満杯となる。はじめに進化論者が一定時間講演を行い、大衆向けに進化論を主張する。次に創造論に立つ科学者が同じ時間、創造論を主張する。どちらの話も、時間が来たら、その話が続いていようといまいと、司会者によって容赦なく打ち切られる。次に講演者同士の間に論戦が繰り広げられる。進化論者は創造論者に対し、創造論者は進化論者に対し、それぞれ直接主張をぶつけ合う。やはり両者に全く同じ時間が割り当てられる。それを回収が聞く。最後に両講演者がまとめの言葉を回収に向けてアピールする。そのような会である。回収はどちらの主張が理にかなっているか自分で判断するのである。そうした会に出席した人々は大抵が創造論者になるという。その他ドイツやフランスなどのヨーロッパ、オーストラリア、韓国、その他にも優秀な科学者たちの間に創造論者がいる。日本でもジェネシスジャパンの名誉会長宇佐美正美医学博士や群馬大学医学部の黒住一正名誉教授をはじめ、創造論を広めるために活発に活動している科学者が増えてきている。例えば東北大学の農学部助教授であった高橋清博士は、自分が創造論者になった時のことについて次のように振り返っている。私は長いこと、本当の科学者はそのような会、創造科学研究会に入るべきではないと考えて避けていました。しかしある日、創造科学の視点に立ってこれまでの出来事を見てみました。すると進化論の主張がトリックで満ちていることが見えてきたのです。アメリカの創造調査研究所のスタッフの一人、生物学者ゲイリー・E・パーカー博士も、自分が創造論者になった時のことを次のように振り返っている。パーカー博士は大学で生物学を教え始めた頃は熱心な進化論者であった。しかし進化論は健全な科学の証拠に全然基づいていないことにやがて気づくようになったという。そして多くの科学的事実は進化論よりも創造論によってよく説明できることを知った。進化に都合の良い証拠は非常に弱く、創造の証拠は大変強いのですと彼は述べている。また彼は自分がまだ進化論者であったとき、放射性同位元素による岩石の年代測定を大学で行っていた。その時その結果が非常に不一致であることに気づいたのだが、彼に対して進化論の教授は進化論への信仰を守りなさいと言った。その時彼は初めて進化論は一種の宗教に近いものなのだと気づかされたという。つまり進化論は証拠とされたものが全て崩れてしまったにもかかわらず、多くの人々がただ信じているという点で一種の信仰であり疑似宗教なのだと博士は述べている。
進化論が宗教的様相の強いものであり、一種の信仰であることは多くの知識人によって認められている。一方、創造論も創造者なる神の存在を認める点で宗教的ではあるが、そのベースに健全な科学的根拠を持っている。その意味で創造論は理にかなった信仰である。しかし進化論は健全な科学上の根拠を持たず、ただ事実だと信じる点で理にかなわない信仰といえる。進化論は自分たちはどこから来たかという人間の根源的な問いに対する無神論的な信仰なのである。進化論の本質について、東京工業大学の阿部正則教授は次のように述べている。進化論の根底にある思想は、自然を超越した人格者の存在を否定する無神論です。進化論者は全てを自然の偶然のなせる技とします。ところで、人間をはじめあらゆる生物の構造や生命の営みは、明らかに高度の知性と思想を持つ存在者によってデザインされたとしか考えられないような精巧さを持ち、また目的を達すべく作られています。すると進化論は、思想なきものがあたかも思想を持つ者の手によって作られたかのごときものを作り出したと信じることになります。進化論の根底にあるこの信仰は、知性と思想を持つ存在神がその目的に合わせて万物を創造されたとする創造論の信仰に比べると理に合わず信じがたいことがわかります。進化論を受け入れるには、理に合うことを信じる以上により大きな信仰が必要なのである。法政大学、またアンドリュース大学等の教授を歴任した科学者であり、また創造論者でもある山形俊夫博士理論天文学はこう述べている。進化論は創造論よりもさらに大きい信仰がなければ受け入れることのできないものなのです。聖書は、神は一人の人、つまりアダムからあらゆる民族を作り出してと記している。聖書によれば、人類はもともと最初の一人の人から増え広がった。これを裏付ける証拠は何かあるだろうか。人類のすべてが共通の先祖から出てきたことに関しては、今では数多くの科学的証拠が存在する。人類にはいわゆる黄色人種、白色人種、黒色人種、または最近の分類に従ってモンゴロイド、コーカッソイド、ニグロイド、また巨人種、小人種など様々な人種の分類がある。しかし、それらが別々の地域で別個に発生したと考えることは到底できないのである。人種の間に様々な外見上の違いがあっても、もし人類が皆一つの種、つまりこれは口述する本質的種に属するならば、人類が複数の場所で別個に発生したと考えることはできない。人類が一つの種に属するという意味は次のようなことである。例えば犬と猫を交配させようとしても、それは無理で子を産むことはできない。それは種が違うからである。牛と馬の場合も同様である。それらは種が違うので、両者の間に子を産むことはできない。しかし、人類の各種族は互いに交配して子孫を残すことができる。黄色人種と白色人種、あるいは黒色人種の人が結婚して子孫を残すというようなことももちろんできるわけである。
それは人類が皆同一の種に属しているからである。科学者は人類が皆一つの種に属していて、同一の先祖からで一つの場所に発生したと述べている。米国ラトガース大学の人類学部主任教授アシュレイ・モンテギュー博士はこう言っている。あらゆる人類集団が一つの共通の先祖から生まれたことはほとんどの学者が一致して認めている。またこう述べている。人間の仲間にはいろいろな変異があっても、そのすべては同一の種に属し、人類は遠い時代の同一の先祖から出ている。これは比較解剖学、古生物学、血清学、遺伝学などの明白な証拠すべてに基づく結論である。このように人類は皆一つの種に属していて、一つの共通の先祖から出てきた。私たちは何百世代も遡るならば、すべては同じところに達し、最初の一人の人、最初のホモ・サピエンスに行き着くだろう。これについてある科学者は、人種と人類と題する本の中で次のように述べた。全人類の父母とされるアダムとエヴァに関する聖書の物語は、今日の科学が発見した真理を幾世紀も前から言い表していた。すなわち、地上のすべての人々は一つの大きな家族であり、共通の源から出ているのである。聖書によると、アダムとエヴァが創造された地とされるエデンは、今日の世界でいうメソポタミア地方のチグリス・ユーフラテス川流域にあった。実際、世界最古の文明がメソポタミアに発生したという考古学的事実はよく知られている。世界最古の文書や遺跡はこの地方で発見されている。またほとんどの野菜や果物、穀物などの原産地はこの地方である。この地方はまた人類の三大人種、すなわち黄色、白色、黒色人種、またはモンゴロイド、コーカソイド、ニグロイドのそれぞれが住む地域、アジア、ヨーロッパ、アフリカ大陸のちょうど地理的な接点にあたる。これら三大大陸の中心、接点にエデンの園があった。またノアの大洪水の後、人類がそこから全地に散らされたというバベルの塔もこの地域、エデンの園の近くにあったとされる。すなわちエデンやバベルのあった地域を取り囲むようにして、アジア、つまり黄色人種、ヨーロッパ、白色人種、アフリカ、黒色人種がある。このことはバベルの塔以後、ノアの3人の息子の子孫たちが全地に散らばっていったという聖書の記事とよく調和している。人類はその地域で誕生したのである。しかしこれについてイブ仮説というのがあって、ミトコンドリア DNA の研究によって現在の人類の母はアフリカに住んでいた一人の女性であり、人類発祥の地はアフリカと言われているのではないかと問う方もいるに違いない。けれども進化論者が唱えたこのイブ仮説は全くの間違いであったことがすでに1992年に判明している。米国ワシントン大学のアラン・テンプルトン博士がサイエンス誌に論文を発表し、イブ仮説を一刀両断に切ってみせたのである。そしてこの批判を受けたイブ仮説の提唱者たちもあっさりと自分たちの間違いを認めてしまった。イブ仮説は DNA の分析データをもとにコンピュータが弾き出したものだった。しかしそのコンピュータのデータ処理の方法に実は初歩的なミスがあったのだ。
結局この騒動で分かったことは、この方法では人類の起源は分からないということに他ならなかった。人類発祥の地が聖書の言うようにメソポタミアであるという考えを否定するものは何もない。その地で聖書によれば最初にアダムが作られ、次にエヴァが作られた。彼らは夫婦となり、彼らは子供を産み、やがて人類が世界中に増え広がっていった。今日、人の血液型には A、B、AB、また O がある。それらすべては最初の二人の人間から生じうることが科学的に証明されている。アダムとエヴァの血液型は A と B の組み合わせ、または厳密には AO×BO、 または片方が AB でもう一方が A か B か O であったことが知られている。これは人の肌色についても言える。白色、黄色、褐色、黒色などの肌色のすべては最初の二人の人間から生じうることが遺伝学的に証明されている。アダムとエヴァの肌色は中間色だったはずである。彼らは白人でも黒人でもなかった。日本人に近い黄色または褐色の人々だったであろう。ここで生物の種の概念についてもう少し詳しく見ておきたい。種とは何だろうか。種とは生物の種類のことだが、それをどう分類するかについては主に2つの考え方がある。一つは進化論者の系統的種の考え方、もう一つは創造論者の本質的種の考え方である。進化論者は生物は単純な生物から系統的に進化し続け、多様な生物に分かれたと考えている。これを彼らは系統樹と呼ばれる図に表している。進化論者は各生物の類似関係を調べ、この生物はあの生物に似ているからあの生物から進化したのだろうといった推測に基づいてこの系統樹の図を作った。系統樹の根拠は単に生物の外見や構造上の類似関係に過ぎない。系統的種とはこの系統樹に表された種のことである。系統的種は過去に遡ると他の系統的種と交わるのが特徴である。系統的種の場合、何をもって一つの種とするかは学者によってしばしば意見が異なる。ある学者が一つの種としたものを細分主義の他の学者が200以上の種に分類するといったことさえある。一方、創造論者の信じる本質的種とはどのようなものか。本質的種の特徴は過去に向かってどこまで遡っても他の本質的種と交わらないということである。しかし特徴を述べる前に本質的種の意味を明確にしておこう。例えば犬には秋田犬、土佐犬、シェパード、コリー、ブルドッグ、グレーハウンド、フォックステリア、プードル、グレートデンなど様々な型、つまり変種あるいは品種がある。その他犬の品評会などに見られるような40あるいは50の多くの型がある。これらは皆大きさ、色、毛並み、形などの点で互いに異なっている。私たちはこれらの型を別々の種に区別すべきだろうか。いや、これらは外見の違いにもかかわらずどの型も互いに容易に交配し繁殖力のある子孫を生むことができる。これらの型は皆犬という
一つの本質的種に属しているからである。しかし、例えばプードルのような小さな犬とコリーのような大きな犬が交わるというようなことが果たしてできるのかと問う人もいるに違いない。確かにこれらの犬は大きさがかなり異なるので、通常の状態で交尾するのは楽ではない。けれども大きさによる困難を除いてやると、これらすべての型は互いに容易に結合し、正常な子孫を残す。つまりプードルもコリーも犬という一つの本質的種に属しているからである。犬の本質的種の中には、いわゆる犬だけではなく、ジャッカル、オオカミ、コヨーテも含まれる。これらは互いに交配し、生殖能力のある子孫を生むことが可能である。一つの本質的種の中に、変異によって様々な型、変種、品種があるわけである。牛の場合も同様である。牛の本質的種の中にも約40以上の型がある。それらすべては互いに容易に交配し、生殖能力のある子孫を生むことができる。牛のすべての型はやはり一つの本質的種に属しているからである。これは馬、豚、猫、猿、また他の動物、植物などあらゆる生物について言える。先ほど見たように、人にも様々な人種、黄色、白色、黒色、大人種、小人種などがあるが、これらすべての人種は一つの本質的種に属している。つまり本質的種とは、互いに交配が可能で生殖能力のある子孫を残せる生物のグループを指す。同じ本質的種に属する生物は、必ず生殖細胞中に同じ数、同じ型の染色体を持っている。そのために外観の違いに関係なく生殖が可能なのである。次に、本質的種の区別は普遍であるということを見てみよう。人間は犬のさまざまな型を雑交させて、犬の品評会に見られるような多くの型を作り出してきた。しかし犬はどこまでも犬である。犬から猫が生まれたり、牛が生まれたり、何か別の新しい動物が生まれたりすることはない。犬の子は犬である。生物は自分の本質的種の範囲内で様々に変異することは可能だが、その範囲を飛び越えて別の新しい本質的種を形成することはできない。一つの本質的種から別の新しい本質的種が分かれ出ることは決してないのだ。同様に、二つの本質的種が交配して別の新しい本質的種が生まれ出てくるということも決してない。生物は他の本質的種に属する生物と交配できないからである。犬は決して猫と交配できない。犬と猫の愛の子は生まれない。本質的種が違うからである。犬と猫では生殖細胞中の染色体の数や型が違うために生殖ができない。ただ稀に近縁種間の場合に交配して子が生まれる例がある。馬とロバは別の本質的種に属する動物だが、両者は染色体数が異なる。馬とロバは交配して雑種の子ラバを産む。ではこれは新しい本質的種となるだろうか。いや、ならない。なぜならラバとラバは交配して子を産むことができないからである。ラバには生殖能力がなく子孫を残せないのである。
オスのラバには全く生殖能力がない。そのためラバは一代限りで滅びる。雑種の子は絶滅に向かうのである。しかし稀にメスのラバの中に生殖能力のあるものがある。ところがこのメスラバはラバと呼ばれていても実質的に馬なのである。どういうことかというと、よく聞いてほしい。メスラバと馬が交配して子を産んだ場合、馬が生まれる。この馬は馬と馬の間に生まれた馬と全く同じである。またメスラバとロバが交配して子を産んだ場合、ラバが生まれる。このラバは馬とロバの交配によって生まれたラバと全く同じである。つまりこの生殖するメスラバは馬と置き換えることができる。それは名前はラバでも実質的には馬なのである。このように雑種の子が稀に生殖能力を持っていて子孫を産んだ場合でも、その子孫は親のどちらかの本質的種に戻ってしまうのだ。完全に戻ってしまう。雑種の子は生殖能力がなくて絶滅するか、または親の一方の本質的種に戻ってしまうかのどちらかである。そのため雑種の子は決して新しい本質的種とはならない。二つの本質的種を掛け合わせて別の本質的種が作られたということは一度もないのである。雑種の子は極めて不安定な一種の奇形に過ぎないのである。進化論者が今までに二つの種を掛け合わせて独立した別の種を作ったと主張したものはあるが、厳密な検査に耐え得たものは一つもなかった。真に新しい種が作られたことは一度もない。かつて進化論の生みの親ダーウィンは生物界に本質的種というものが存在しているという考えを抹消しようと努力した。彼は生物界に本質的種というような普遍の区別はない、種は変動的であると主張した。しかしその後の生物学の進歩はますます本質的種の区別とその普遍性を明らかにした。本質的種の区別は天地創造以来厳然として存在しているのである。アメリカ合衆国農務庁植物繁殖局の O.T. クック博士は遺伝学の月刊誌にこう書いた。すべての動植物が種に編成されていることは生物学の根本事実である。真の生物学的観察は生物が種として存在するという基本的事実を決して無視できない。さて、神が生物を創造された時、そこに作られた最初の生物はこれら本質的種の代表だけだったであろう。人が作られた時、そこに作られたのはアダムとエヴァという一組の夫婦だけだった。はじめにアダムが作られ、次にアダムからエヴァが作られて、二人は夫婦となった。全人類は彼らから出てきた。黄色、白色、黒色人種の先祖として三組の夫婦が作られたわけではない。犬の場合も初めからコリーやプードル、グレートデンなど様々な型が創造されたわけではない。最初に作られたのは雌雄一組の犬だけであった。その二匹から後に犬の様々な型が出てきたのである。これは牛、馬、豚、猫、猿、また海を泳ぐクジラ、マグロ、あるいは空を飛ぶワシ、スズメ、ツバメ、その他あらゆる動植物について同様である。最初に創造されたのは
本質的種の代表だけだった。聖書は神が生物を種類に従って創造されたと述べている。この種類とは本質的種と同じと考えてよいだろう。実際聖書は例えば植物の創造に関して、地は植物、おのおのその種類に従って種を生じる草、おのおの種類に従ってその中に種のある実を結ぶ木を生じたと記している。植物の場合、種類とは種の種類であった。種は植物の生殖細胞である。動物では卵細胞が生殖細胞。神は生物を生殖細胞の種類に従って創造された。神は同じ遺伝的なつながりを持つ生物のグループを創造されたのである。つまり本質的種に従って生物を創造された。神はまず本質的種の各々の代表を創造されたのである。その後生物はその代表から本質的種の範囲内で様々に変異していき、バラエティのある生物界を形成した。こうして大洪水以前の世界には様々な動植物が生息していたのである。その後ノアの時代になって大洪水が世界を襲った。ノアの大洪水の真実性についてはこの創造論シリーズの動画3から5をご参照いただきたい。ノアは墓舟に陸生動物と鳥のすべての種類を入れるよう神から命令された。聖書によると箱舟の中にはすべての清い動物、食用にして良い動物の中からオスとメスが7つがいずつ、清くない動物、食用にしてはいけない動物の中からは1つがいずつ、空の鳥の中から7つがいずつが入った。こうして陸生動物と鳥のあらゆる種類が箱舟に入れられたと記されている。しかしノアは果たして当時生息していた全ての種類の陸生動物と鳥を箱舟に入れることができただろうかという問いがしばしばなされる。もし全ての変種、つまり型まで入れようとしたなら箱舟にはとても入りきらなかったであろう。けれどもノアはそのようにする必要はなかった。彼はそれぞれの本質的種の中から代表を選び出し箱舟に乗せればよかったからである。本質的種の数は全ての生物に関して言えばかなり膨大である。しかしその中から全ての植物と水生動物を除き陸生動物と鳥だけに限るとその数はずっと少なくなる。また動物学者によると動物のうち羊より大きいものに限れば種の数は300以下である。他のものは小さいのであまり場所を取らない。箱舟にはこれら代表の動物たちが入れられた。さらにノアは必ずしも生体となった動物たちを入れる必要はなかった。スペースを取る大きな動物たちは大人ではなく子供を入れても全く構わなかった。特に巨大恐竜などはまだ若い子供恐竜を入れてもよかったのである。恐竜は卵から生まれたばかりのものは数十センチから1メートル程度の大きさに過ぎない。箱舟はまた3階構造になっており十分な床面積約9000平方メートルがあった。したがって創造論に立つ科学者らは箱舟は全ての陸生生物と鳥の代表動物および食料を入れるのに十分なスペースであったと試算している。神は動物たちを集めてきて箱舟に乗せる際にも
ご自身の見えない御手によって動物たちを秩序のうちに導かれたことであろう。また箱舟内でも彼らに秩序と平静をお与えになった。大洪水後、生物は箱舟から出た代表の動物たちから再び増え広がっていった。今日の人類はすべてノア夫妻の子孫である。ノア夫妻とその3人の子供たち、またその妻たち計8人は人類の代表となって生き残り、今日の人類を生み出した。人類のすべての人種は彼らから出たのである。また動物たちは箱舟から出た代表の動物からの変異によってさまざまな型を生じながら増え広がっていった。生物は自分のうちに遺伝子プールというものを持っており、自分の本質的種の範囲内でさまざまに変異していくことが可能なのである。こうして各本質的種はさまざまな型を持つようになり、大洪水後の世界に再びバラエティのある生物界を生み出した。聖書の文字通りの解釈によれば、今から約6000年前の最初の7日間において、宇宙、地球、またすべての生物、そして人間が創造された。進化ではなく創造された。その年代の是非については、創造論シリーズナンバー6から7の動画をご覧いただければ幸いである。炭素14法による年代測定はそれを支持している。また人間を含む全ての生物が最初の7日間で創造されたことについて、生物の生態リズムの中に明確に7日ごとのリズムが組み込まれていることは、7日間の天地創造を今日も私たちに力強く語っている。生物の妊娠期間や抱卵期間などはほとんどが7日の倍数なのだ。また今から約4500年前に全世界を覆うノアの大洪水が起こった。多くの証拠がそれを物語っている。その大洪水は地球史に巨大な激変をもたらした。地層の中に大量の化石を残し、また大陸の地形を変え、大陸の分離をも引き起こした。だからその激変の時期には、今日で言えば何億年もかかると思われるような変化が一気に起こされたのである。このように地球の歴史において進化があったのではなく、聖書に記されたような特別な創造があった。そういうと、ではなぜ植物でも動物でもいろいろな生物の体の構造が似ているのか、それは進化の証拠ではないのかという疑問を持たれる方もいる。例えば猿や人間などの霊長類は皆一つの頭と胴体、二本の腕、二本の足を持っている。そのように似ているから猿のような動物が進化して人間になったのだと進化論者を教えた。しかしそうではない。答えは簡単だ。似ているのは創造者が一人で同じだからである。例えば東京の街を見てみると、一戸建ての家もあれば2階建てのアパート、5階建てのマンション、20階建てのオフィスビルなどいろいろ建っている。木で作られた家もあれば、鉄筋コンクリートのビルもある。しかしどれも窓があり、入り口があり、1階あたりの高さはどれも同じくらいで、どれも電気や水道が入っている。なぜ似ているのか。小さい家から大きいビルへ進化したからだろうか。そうではない。どれも同じく人間が作ったからである。同じ人間が別々に作った。
この生物界もそうである。創造者なる神が一人だから、作られた生物界の中には似ているものもある。しかしそれらはそれぞれの目的を持って作られたのである。この創造者なる神とは宇宙人ではない。地球外の宇宙人はいたとしても非造物、つまり作られたものである。しかし神は創造者であり、この宇宙も地球も生物界も人間も全てを作ったお方である。つまり作られない作るものである。全ての生命の根源である。神は聖書の中でご自身を私はあってあるものと言われた。私たち人間はいわばあってないものである。私は今この地上に生きているが、100年前は存在しなかった。また100年後にはいないだろう。つまり人間は皆あってないものである。しかし聖書でいう神とはあってあるもの、すなわち永遠の昔から永遠の未来まで存在し続ける実在者である。いや、時間すら超越し宇宙空間をも超越して存在し続けるお方なのである。その神にとって人間は最愛のものである。聖書は神は人をご自身の形に似せて作られたと述べている。例えば親から生まれた子供が親の形を持っているように、人間も神の形に作られたという。人間は動物的な本能だけではなく、能動的に世界を切り開いていく知恵と自由意志を与えられた。それも神の形の一部である。私たち人間は弱小で限りあるものだ。一方、神は広大無辺な超越者だが、神はそのことのゆえに人間に対し深い関心と慈愛をお持ちだと聖書は言う。私たち人間はこの創造者を忘れ、時に過ちを犯し身勝手な行いをすることがある。しかし人間の生き方を正す上でまず大切なことが、この創造者なる神、つまり私たちの本当の親を覚えることなのである。